シマウマミッケでもやっぱ寒いけん元気ないな。後ろ向いてるけ全然猫だなあ。あくびした、あくび、あくびし面白い。顔映ってねえし。めっちゃ見られとるじゃん。興味なしおくん、なさに。虫がいる。横にいたし。トラ、トラ取りましょう、トラ。トラ。ほほほ、めっちゃ近いしね。おほほほほ。すごいね、トラ。すごい。半分は遊園地みたいなもんですね。あ、新幹線のやつだ、新幹線のやつ。ちょうどカメラ映らんかったでしょ。なんか綺麗に。あ、ここ見えるんじゃない。あれちっちゃい時あれ喜ぶんだよね。楽しかったもん。わかる。観覧車乗っちゃった。乗ってから言うのもなんなんですけど、高いとこ嫌なんですよね。で、どの遊園地とかに行ってももう乗りたくなくて、てかジェットコースターとかも嫌だし、正直怖いんですけど、もうなんで横とかの窓とか見れないし、どこだったかな、なんかガラスみたいな感じで下が床もなんか見えてるやつあった時、あれ恐怖だったっすね。あれ多分生まれて一番の恐怖だったんじゃないかと。あー怖い。あー、チンパンジーだって屋内でぬくぬくと言いしやがって。全然寝とるじゃん。なんか全員こっちにケツばっか向けとるような気がするけど。でっけー。
これ来た。はい、ということでどうだったでしょうか。後ろまだ象が歩いてますね。ということで今回の動画はここまでです。声にかかってこい。